今日の天気。はい、ナイトカーズの牛です。今日は、ちょっと箕輪台憩いの広場に来ております。また風の音に聞こえないと思いますが、広場にいます。ここ天気良ければ結構、子供たちが遊んでるとかありますんで、風速計も測ってみたいと思います。今日は、約14度15度あるって書いてあるんですが、ちょっと寒いです。あ、書いてあるのちゃんとここに2号機、11.7 メーター、3号機 7.9 メーターで、今の発電の発電指数とかっていうのがいろいろこういうふうに本日の発電電力で、この、広場を行けることができます。
ベキューは指定のエリアで行います。バーベキューを行う際は足付けのコンロやバーベキューグリル等を必ず使用してください。直火、キャンプファイヤー、焚き火、火花は、花火は禁止です。ゴミ、食べ残し、使用した炭も含むも必ず持ち帰ってください。飲み水や飲み場やトイレの食器グリル等のあるとは食べ残し流すことはないようにしてくださいっていうことです。ここで、バーベキューが出ることができます。サビ、はい、今日の動画はこれで以上となります。ご視聴ありがとうございました。おしまい。また明日。